続いての話題です。新型コロナウイルスの影響で部活動が休止となって練習ができないという中学高校の吹奏楽部員の皆さんを応援しようと、 J:COM では2020年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲4作品を J:COM の地域情報アプリドローカルで配信しています。今日はその中の課題曲1トイズパレードをお届けします。皆さんこんにちは、指揮者の福本慎太郎です。今日はこれから皆さんに全日本吹奏楽コンクールの課題曲を聴いていただきます。演奏してくださるのは日本を代表する吹奏楽団の一つでもある東京吹奏楽団の皆さんです。コンクールの課題曲を聴くというだけではなくて音楽を聴くという意味でもとても楽しめる演奏になるのではないかと思います。では課題曲の1番トイズパレードです。この曲はディズニーの古い映画に触発された作品だそうです。よく聴いていると白雪姫や美女と野獣の音楽なんかもちょっと聞こえてくるかもしれません。そのあたりも楽しんでみてください。地域情報アプリドローカルでは4月30日まで課題曲を配信しています。ぜひ東京吹奏楽団の素敵な音色を聞いて元気を出していただければと思います。
動画はアプリ画面を開いてテレビカテゴリーのイベントのタブからご視聴いただけます。ぜひご覧ください。